明けましておめでとうございます。釣り子 TV です。ということでこちら福袋、キャスティングって書いてありますね。これね、あの釣り具のねキャスティングね、よく釣り道具買いに行くお店ですけども、そこのねお正月にちなんでこう福袋みたいなのがいっぱい並んでいて、で結構その餌釣りのものからルアー釣りのもの、まあトラウトのものみたいなのから、まあシーバスバスとかね、いろんなねラッキーパックみたいな感じで並んでいたんですけども、これね、5000円の豚福袋みたいな感じで売っていたのがあったんで、今年ねちょっとねこういう豚の釣りもやってみたいなと思ってね、まあいくつか持ってるんですけども、改め持ってね買ってきてみましたよ。こういうね豚パックっていうやつね、こんな感じのね中身なんですけど、早速ね、まあ、釣り具屋さんでは結構あんまり細かく見れなかったんで、何が入ってるか見ていきたいと思います。まずはい、これね、なんか大きいですけども、株式会社釣り吉ホルモンのホルモンキーパーっていうことで、これはまあ昔からありますよね。この中がスポンジになっていて、でそこに水を含ませて、このポークがついたねラバージグとか包んでおくと乾燥しないよっていうね、こういうやつですね。まあ自分一個ね持ってるんですけども、このね釣り吉ホルモンのねこういう感じのね、ポークキーパーというかね、こういう入れ物が専用にあるんですねっていうことで、これねまずゲットです。はい、で、まあそれをね包み込むためのこれね、豚角って書いてあるんですこれね、豚角5ピースで、名前が超かっこいいですね。ダークサイドブラックっていうことで、どんな感じのが入ってるんでしょうか。ダークサイドブラックカラーの豚角、5ピースっていうのが入ってましたよ。で、もう一個入ってますね。はい、これまたね、あ、ビッグダディですね。ビッグダディの、ニコイル2ピースのもの、リッチパープルっていうねやつね、これがね入っているってことで、まあこういう感じでね、まずねフォークが2つあって、でここからねちょっといいなと思ったのがね、こうラバージグがねいっぱい入ってるんですね。5000円分ってことで、まあいろいろ入ってるんですけど、ちょっとガサガサっと見ていきたいと思います。まずですね、ダイワのカバージグ SS の 10g ね、釣り抜け重視の前方重心型カバージグっていうことで、これが入ってまして、まあダイワのねほんとスピナーベイトなんかも良かったですけども、こういうねほんとね、あのコストパフォーマンス良しでね、性能もいいルアーがほんとね最近多いので、カバージグね、これもねまだ自分使ったことないんですけども、どうだろう、ブラシガードの強さとかね、まあ実際にね釣り場で使ってみないとね、あのわからないかなってところもあるんですけど、まずこれが入ってました。で、はい、これねもうね永遠の定番ですね、キャリラバ、あ、でキャリラバのこれ TG ってことでタングステンモデルですね。まあ裏にもね超えることができない性能なんて書いてありますけども、まあほんとこれなんだろう、バス釣り始めた頃からあるし、あんまりバランスも変わらないし形も変わらないんで、ほんとこれで完成形ってことですよね。もうねフットボールラバージグね、まあコンパクトな針でこのラバーのね、あのフレア感とかもね、全部相まってこうストンフワッチュポッてこうね吸い込むような、そういったルアーですけども、フットボールラバージグの釣りってそういえば最近してなかったので、まあ、せっかくね福袋に入っていたんで、まあ、ちょっとね使えそうなタイミングでね、フラットエリアとかねタンタンタンって攻めていく時とかね本当役に立ったりしますんで、まあ、キャリラバの TG ってことでタングステモデルのこれ重さは2分の1オンス、2分の1オンス結構使うんで、これもありがたいなってことで、こんなのが入ってました。そしてはい、あ、さっきのと違うんだな、これね今度はダイワの、マルチジグの、14g ってことで2分の1オンスですね。でカラーが、黒金ってことで、ボトム中層マルチに使えるフットボールジグっていうことで、あ、そっか、フットボールジグなんだけどそれにこうガードがついているから、
まあフットボールむき出しの針のものよりもちょっとしたねところは攻めれちゃうよなんていうコンセプトのルアーですかね。ガードの硬さは、あ、結構ガードちゃんとしてるな。で、まあ台場なんでここら辺は嬉しい、あのサクサスフックがね、ついてますんで、まあ SS ってついてるのサクサスって意味だと思うんですけども、フッ素加工済みの針がついている、あ、まあこういうね、こっちがカバージグでこっちがマルチジグっていうことですね。まあこんな感じで2つと、あとキャリーラバーが入って、で最後が、はい、これこれね、買ったことなかったんだけど、4分の1のちょっと軽めですけども、中田ジグですね、ジャッカルの中田ジグっていうことで、これね使ったことないんですけど、このヘッドの形状が非常に独特なやつで、なんかイメージとしてはね、あのスモールマウスバスをラバージグで狙う時に特化した、なんかラバージグっていうね、そういった印象があって、あの結構ラージマウス狙いではね使わないかなと思って、スモールマウス行く時はぜひ1個買ってみようなんて思ってたんですけど、実はね1個も買ったことなくて、それのブラックブルーフレークの4分の1オンスっていうことで、こんなねラバージグが入っていました。ということで、あ、結構5000円ですが、どうですか。まあラバージグなんかがいっぱい入っていて、でこういうねホルモンキーパーね、ホルモンキーパーがついて、で結構これ買うと高いんですよね、多くね、これが2つついてきて、まあこんな感じでこの5000円の福袋買えば、まずなんですかね、最近また脚光を浴びてきてるですね、ポークの釣りですね、河村光太郎さんとかね、あの雑誌の大会とかででっかいのねバッタバッタ釣っていたり、あと自分のね周りの、仲間の人でもですね、ポーク使いの人がいて結構いい釣りしてるんで、去年動画内でポークでガツンっていう動画は撮れてないよなって思うと、まあ、結構ねちょいちょいは投げてるんですけど、自分まだ全然使いこなせてないんで、ここら辺あのピックダディってね最近ねワードとしてよく聞くので、チャンスがあったらね、1個買ってみようと思っていて、でどうせ買うならこんな正月のねあのスペシャルセットがあったんで、まあ、これで買ってやったらいいんじゃないかななんていう風に思ってですね、買ってみました。はい、でね手元の方でねグッと見ていきたいと思うんですけども、ちょっと遠目で見づらかったかなと思って、まずねこのダイワのねサクサスのフックが採用されている、カバージグとマルチジグね、これね結構このなんだろう、スカートの部分とかも丁寧な感じで、フッ素加工の針が標準装備で、でタングステンのヘッドがついていてっていうことで、で色もなんかねこんな感じの綺麗な感じの色のこれが入っていて、そしてキャリラバですね、まあこれまたね永遠の定番のフットボールっていうことで、まあね1個はねボックスに忍ばしておくとね、これにまあ例えば今回はねこのポークセットっていうことですけども、4インチグラブとかね、ゲイリー山本のそういうのをつけて、トントントンフートントントンフーって感じで、なんだろう、ホンガリングみたいな釣りですかね、まあそういう感じで中層にいるデカバスとかを狙う時にね、こういうフットボールのスイミングアクションっていうのはね激効きする時があるので、まあ、これ楽しみだなというところと、これはね使ったことがないよっていうことで、まあこれも楽しみだなって、こういうね普段自分だとついついね買って知ってるっていうか慣れてるねコンツアージグであるとか、そういうなんかいつも買っちゃうやつをねついつい追加で買っちゃうんですけども、せっかくこういうね福袋のタイミングで今まで使ってなかったようなね、やつとかを触ってみるっていうのもいいんじゃないかなっていうことで、そんでねこれはね、まあこう書いてありますね、あ、分かりやすい説明が裏に書いてありましたね、内部のスポンジを水につけて、湿らせますっていうことで、でポークルアを、キーパーで挟みます、このような形で完成しますっていうことでね書いてありますけど、まあちょっと開けてみますかね。はい、あーこれ柄かっけーなー、裏こんな感じ、超なんかいかついな。はい、でねこれ開けるとこんな風になっていて、ここのスポンジ部分を湿らせて、このね
豚の皮身ですからポークが乾かないように、まあ夏とかね結構ねすぐねカピカピになっちゃうんですよ、なっちゃうで、まあそれでこうなんだろう、竿先からちょっと垂らしを出して水の中につけながら移動とかするんですけども、まあダブねこう岸際に根がかり取りに行った時とかにね外にねそう出してるとね、まあ引っかかってその竿自体がスポーンって飛んでいっちゃいそうになったりとかね、そういうことがあるので、まあまあ使わない時はこういうので湿らしてしっかりとしまってで置いておくっていうね、船内に竿先もちゃんと入れてっていう感じじゃないかな。で気になるのがね、これ初めてね今回手に入れたんですけども、これ中身がどんな感じのやつなのかね、これもちょっと開けてね見ていきたいと思います。はい、じゃあね早速開けていきたいと思いますよ。お、結構簡単に開いたな。あーびっくりした、これこんな緩いかなと思ったらこう内蓋がしっかりあるんですね。豚なだけに内蓋がありますということで、はい、じゃあ開けて、あーなんか紫色の、はい、うわこれいい感じのオーソドックスな、なんというかね昔ながらのね、あーでもテールの方も結構肉厚でなんかメイドインジャパンって感じでいいのかな、これすごいねちゃんとしてますね。こんな感じの豚の皮身がね日本入りっていうことで、このデロンデロンした動きがね、まあ、昔からね冬場といえばねこうなんだろうポークっていうのね定番ですよね。プラスチックワームっていうのが寒冷地寒いとこで使うとちょっと硬くなっちゃうなんていう話があって、でこの天然素材の豚の皮身であればどんなに寒くてもこのデローンとしたね感じね、このデローンがねあるからすごいね冬場とかにいいよっていうね話なんですけども、あ微妙にこの使ってる部位によってちょっとだけ質感が違いますけどね、こっちの方がより薄い感じ、こっちはね結構肉厚な感じなんですね。まあちょっとこういうねポークを育てていくっていうのもねまたねやろうかなと思ってね、まあ買ってみないとね育てることもできないんで、で、こっちがこれがですねビッグダディの、リッチーパープルってカラーですね。そんでこっちが、豚角のダークサイドブラックってやつなんですけど、これもねちょっと開けていきたいと思いますよ。よいしょ、どんな感じ、おー、あ、はー、こういうねまっすぐなやつが5本入ってんだ。これ豚角ってなんだろうって思って俺よくわかんないで選んだんですけど、こういうやつなんですね。ストレートワーム風、最近こういうのね結構あるから、いやー、はいね、こんなのがね5本入ってる、いやーこれどう使おうかな、ちょっとねすごい感じ、あー豚角ですね、角張ってる、こうねエッジが立ってますね。まあこういうのでね確かメグタスが三島湖とかでスモラバのトレーラーにして、でまあなんだろう小さいねジグストみたいな感じで、まあ中層のミッドストローリングみたいな感じでデカバスを釣ってるのっていうの印象があるので、まあ一本付けしてそんでビランビランビランっていう感じでちょっと使ってみようかななんていうふうに思います。はい、こんな感じね。あ、ピックダディっていいのこれな、やっぱ買ってみないと大きさの感じとか黒いからねちょっと分かんなかったんですけども、あーこんな感じの欲しかったっていうのがねまさに入っていてくれました。というわけでね、まあジグがね4
スと、あとはこうね、湿らせるですね、あのポークのキーパーですね、これとこういった感じの豚の皮身がね、いろいろ入っていて、まあこれ買うとね結構高いんですよね。だからまあこういったなんだろう、福袋のタイミングでね、一ついろいろ合わせて買えたのはね良かったなぁなんて思うんですけど、これでまあ全部で5000円っていう感じだったんですけども、いかがでしょうかということで、まあねちょっとね渋いねポーク福袋みたいなの買ってみたんですけども、皆様は、いい福袋買えましたか？こんないいね感じの、やつどこどこで売ってたよなんていうのがあったら、ぜひねコメント欄とかにね書いていただければと思います。またね引き続きね今年はねこういったのかなあいったのまでいろいろ使ってね、実況動画の方も頑張っていきたいと思いますので、よろしければ、高評価お願いいたします。というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、キャスティングのですね日本橋店で売っていた、ポーク福袋5000円っていうのね、これを買ってみたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。